ふん、シルフスコープ探してる？俺は知らねえよ。じゃ、殺すか。どうにかして、あの、ポリゴンが欲しいな！おい、ポリゴンってダメだぞ、ピカチュウの前でそんなこと言っちゃ。消されるぞ。しかし、スロットゲームで勝つのは大変だ。そうだね。あ、待って、何？コインは景品と交換するよ。まあ、コイン持ってないから、交換できないんだけど、マザマシーン何なんだろうな、え？カイロス。カイロス。カイロス結構好きなんだけど。ポリゴン9999なんだ。またあれだね、ポリゴンショックの後だからこんな高いのかな。知らないけど。ケイシー、おい、ケイシー、僕捕まえたからな、自力で。ふざけんなよ、マジで。こんなに頑張ったら230コインでゲットできんの。ここがスロットか。楽しそう。なんだよ、コイン分けてやろうか？お、本当に分けてもらった。ありがとうございます。え、太っ腹じゃん。くそ、出ないな、欲しい景品があるのに。じゃあ渡さなくていいよ。ま、ちょっと、手元が狂う。コインあげるからあっち行ってくれ。みんな優しいな。おじちゃん、もっとちょうだい。スロットネグラをよく見てボタン押すのはコツだよ。僕それ苦手なんだよ、スロット。昔温泉でなんか、あの、お金使ってやる、お金っていうかなんか、メダルみたいな使ってやるスロット見てあったやる苦手だったな。ひょー、ゲームは怖い。ちょっと息抜きのつもりが夢中になってしもったわい。エーペックスじゃん。おお、こんなところで油ってていいのか。未来のチャンピオン、確かに。玉虫のリーダーエリカは自然と心を通わす。植物ポケモンの使い手、まあ、ミクサタイプだろうな。お花なんか生きてるからおとなしそうに見えるが、手ごわい相手になるぞ。だって、気になる。スッとゲームは楽しい。時間が経つの忘れるわ。あ、じゃあエーペックスと同じだ。全部エーペックスになんか変換される。坊主、ゲームやりたいのか。よー、ありがとうございます。よぞし、もっとちょうだい、おじいちゃん。勝つときは勝つんだけど、負けるときは負けちゃうんだな。エーペックスじゃん。やっぱエーペックスってパチンコなんだよな。ここだけの話。このゲームの女王はロケット団のお店らしい。みんな噂しちょる。だからろくなことになんないよって感じか。場所によってよく出るスロットがあるよね。へぇー。なんか稼働台みたいあるよね、確か。いらっしゃいませ。ゲームに貯めたコインは外の交換所で好きな景品と交換してね。はーい。あ、ロケットゲームコーナーです。ロケット。ゲーム用コイン、あ、ゲーム用のコイン。うわ、高い。バカが。使わねえよ、そんなことに。あ、俺はこのポスター見張ってるのだ。邪魔をすると、いいタイミングに合わせるぞ。このポスターの裏になんかスイッチがあるとかないとか言ってたよな。チェックショー。二度と来んな。出てけ。このままではロケット団アジトの存在がバレちまう。ボスに連絡しなくては。あ、逃げちゃった。見張ってるのに。え、なに？地下通路ってもしかしてさ。あ、ポスターの裏に秘密のスイッチを見つけた。押してみよう、ポチッとな。押しますか？はい、いいやの判断もないんだ。あ、出たね。明るみに出たね。でもその前に僕はスロットやっていきます。鍵が置いてある。きっとこれは誰かの台だ。ん？あ、忘れます。はい。うわぁ！コインは何枚かありますか？ 3 枚だろ、そんな。スタート。え、A ボタンを押していいの？はい、はい、はい。外れー。うぜぇ。ちょ、これむずくない？目押し。3枚借りるよ。いくよ。とりあえず7やればいいんでしょ？はい、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 はい。真ん中ね。はい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 。うまい！才能あるか、もしかして。トリプル、スリーセブンがいいんだよね。7ね。はい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 。は？いや、今、ずれた、ずれた、ずれた！おい！今、ずれたよ、絶対！滑った！ふざけんな！二度とやんねえからな！カス！二度下げるか、こんなとこ。ふざけんな！いや、マジで滑ったからね。これ、ほんとだよ。これ、マジで。これ、演技とかじゃないよ。ほんとに滑った。言い訳とかじゃなくて。絶対まだ来ちゃダメだ。ロケット弾のアジアとはちょっとまだ早いかもな。まずはシルフスコープを探さないと。うん。シルフスコープっていうか、この街になかったら終わりなんだよね。あ、そっか、ロケット弾のアジアとあるからこんなにロケット弾うろちょろしてんだ。そうだよね。あ、怪しい。なんだっけ、ゲームフリークの裏口入れた。嬉しい。ここ何？ここ伊豆何？なんだお前。黒板にも書いたが、わしに分からぬことはない。ゲームボーイの中に世界があることも。ぜひ友達を誘ってポケモンの交換をしてみてくれ。だって、ちょっとスル TV っぽくなっちゃった。ポケモン講座。通信ケーブルを使った。ごめんね、もう通信ケーブルとかできないんだ。これゲームキューブでやってるから。リタ、EV を手に入れた？嘘でしょ。マジ？え、どうしよう。待って、EV の名前さ、進化させたら変えたいな。ブースターだったら、まあ、ブースター保留で、シャワーズだったら、リンス、僕今確か月の石持ってんだよね。月の石。
月の石って確かね、エーフィーなんだよ。だからエーフィーって紫じゃん。決めた。お前の名前は今日から、ミラーだ。よろしくな。エーフィーにします。ポケモン持ちきれないので、パズルボールで、よし。マズマシンのパンフレットだ。お、マズマシン全部で50種類。ヒデマシンは使ってもなくならないタイプ。全部で5種類あります。シルフカンパニー。シルフカンパニー?おい!シルフスコープを出してくれ。待って、シルフカンパニーって書いてあって今。ちょっと待って、探そう、くまなく。で、ミラー受け取って、で、自分のパソコンから、月の石があるから、月の石ってエーフィーだっけ?なんだっけ?月の石あるよね。あれ?ブラッキーだっけ?いくつ?なんか月の石2個あるけど、なぜか。で、これで道具を使うでいいのかな?これで月の石使って、だ一度きりだよね。あれ?使っても効果がない。あれ?あ、ないみたい。効果。あれ?何で進化するんだっけ?それなんかデパートになんか売ってあるって書いてあったなぁ。進化の石が。あ、炎の石、雷の石、水の石、リーフの石。あれ?エーフィーってもしかしていない?もしかしたら、炎、雷、水、リーフ。このどれかってこと?え、じゃあ進化させなくていいかなぁ。え、だからどうしよう。僕ね、誰が好きかなぁ。雷は嫌だな、ピカチュウと被るから。ね、どれも被るんだよな。これヒートと被る、ピカチュウと被る、ゼニーと被る、ダネと被るでしょ。どれも被るから、いや、イーブイはイーブイのままでいいや。やっぱりアリハツやってこう。ダメだやっぱ。長年一緒に旅してきたアリハじゃないと僕はやっていけない。ここはどうなの?赤と緑どっちもポケモットモンスター、ポケモンのチラシか。なんか玉虫シティっていいね。なんかあの、制作者さんのさ、なんかその、遊び心で溢れてる街って感じがしていいわ。あらま、見つかっちゃったわね。私のことを誰も言わないで。これあげるから。シルススコープ来い。シルススコープがいいなぁ。ヒデモシン02は空を飛ぶ。やったぁ。やったぁ。あ、やっぱ唐揚げ覚えれるわ。飛行ポケモンらしくさ、覚えようぜ。風起こしいらないっしょ。やったぁ。これでもういつでもどこでもいろんな街に行けるぞ。やったぁ。ありがとう、女の子。でも、シルフスコープの方が欲しかったな。待って、ここ、いつどこ ?16 番道路。わけがわかんなくなってきた。捕まえたプリも30、あれ?助手にダンシングマシンを持たせたぞ。もらってくれ。やった。え、これで。待って、そもそも、助手ってどこにいるっけ?あれ?あ、助手って、どこにいた?そういえば。だいぶ戻るよな。うわ、だる。あ、ここだ。思い出したー。よー、助手。やっと来れた。もう、なんか助手です。さあ、30種類集まってるぞー。集まったはず。はい、多いよ。はーい、ぴったし。頑張ったー。やっと。そうだ。目に見えたなくても便利な道具あちこちに落ちているぞ。ダンジングマシンで近くに何か落ちているかどうかわかるぞ。詳しい場所はマシンでもわかりません。近くを探してみてください。だってさ、これで多分だけど、なんとかが、なんとかって何ちょっと待ってね。シルフスコープがゲットできるはず。ダンジングマシン使ってみよう。ふう、何にも反応しない。え、あ、こうやってちょくちょく行く感じですか。お、反応してる。お、マシンが反応しているぞ。近くにアイテムが待っている。 A ボタン連打。埋まってるアイテムはどうやって掘り起こせばいいの?あ、あった!あ、岩に落ちてる感じか。なるほどね。やったー。そうじゃないんだよ。違うんだよ。ちょっと待って。これでシルフスコープを探す感じか。だるいなぁ。でもこれってもしかしてさ、シルフスコープこのロケット団のさ、基地にあるみたいな感じ?もしかして。ないんだよ、マジで。ダウンジングロットいくら探しても。そのシオンタウンとタマムシと、ちょっとこっち行くわ。もうマジで。おはようございます。こんにちは。もういや、戦うわ、もう普通に。お前は誰だ?そして俺はどこだ?スリープね。レベルは ?21! おっと、笑っちゃダメだよね。この人だって精一杯頑張って生きてるもんね。ごめんね、笑っちゃって。曲かっこよ。曲かっこよくね、マジで。なんだこれ。加速パネル見たんだけど。
シルススコープを使うと見えない幽霊も見えるってボスが言ってたぞ。シルススコープの話題を出すってことは、そういうことですね。参った。参ったって言うならいいですよ。出た。こっからだよな。乗ったらどうなるこれ。行くよ。あー、低フレーム。低フレート。あ、なんだこれ。具合悪くなるやつだ。三半規管がぐるぐるになるやつ。これ止まれん。めっちゃスティック動かしてもダメだ。あ、なるほどね。え、これ迷路もしかして。あ、ちゃんとだるいやつ来た。嬉しい。オッケー、着いたー。長かったねー、ここ。なんだこれ。何これ。え、エレベーターかな。エレベーターの音怖いから乗りたくない。あ、じゃあこっちなんだ。マジか。まあ、エレベーター乗らなきゃダメか。つら。鍵が必要みたいだな。嘘でしょ。鍵なんてあったっけ。鍵の場所開けや。わかった言う。ボスに会いたいならエレベーターに乗るんだったら鍵の場所開けって言ってんだよ。ふん、シルフスコープ探してる？俺は知らねえよ。じゃ、殺すか。鍵なんてあったっけ？なんだ鍵って。てか割とポケモンってさ、今中盤の序盤ぐらいでしょ？もうロケット団のボスと対面すんの？マジで？ははは、エレベーターが使えないって、鍵は誰が持ってるのかな？お前だろ。ポケモン勝負じゃなくて普通に暴力で解決します。そんな。さてと、鍵は誰が持ってるのかな？しまった。せっかく隠しておいたエレベーターの鍵がバカめん。ふん。やったー。ざまみー。よーし、やっと来たでー。てか、エレベーターの音嫌いなんだよな。地下4階と。クソ苦手これ。普通に怖いでしょ？壊れてるだろ、だって。体力は大丈夫かな、みんな。大丈夫っぽいね。ちょっとヒートあれだけど。行くぞ！ロケットのボス。あ、ちょっと待てー。誰だ？あ、なんだお前。あ、武蔵と小次郎さんじゃないですか。よくもお月見では邪魔をしてくれたな。この前の借りを返すぜ。いいね。やった、ゲスト出演だ。嬉しい。レジェンドじゃんだって。でも普通に嬉しいわ。なんか、てかタックバトルじゃないんだこれ。二人で一つなの。あ、でも強いね、意外と。まあ僕のアリハンの方が強いけど、まずは眠り子で眠らせます。はい。でもおしまいなのね。でもここでちょっと長く楽しみたいからフラッシュもくれます。なんと。はい。命中率も下げましたと。相手は眠っています。あとは超音波2発でおしまいです。あ、念力だった。最後はあれだね。10万ボルトでぶっ壊したいな。あ、アーボか。そっか。アーボは武蔵だよね。さあ、10万ボルト。急所。毒針か。まあまあまあ。毒にならないで。うわ、食らった。毒超だるいんだよな、これ。待って、毒消し持ってたっけ？よし。おしまい。ちょ、毒消しくれ、お願い。本当に憎たらしいジャニーボーイね。嫌な感じー。だよ。あ、ほら。嫌な感じー。あ、消えちゃった。ほら、これ。これがきちいんだ。あ、ボスじゃん。いや、待て。まだ探索できるだろう。さて、あなたがボスですね。さてね、一回回復させて。ボスの前でのんきに回復するからね。よーし、やろうじゃないの。こんにちは。ほほ、こんなところまでよく来た。世界中ポケモンを悪巧みに使いまくって金儲けするロケット団。私がそのリーダー、サカリだ。自覚あるんだね。そんなひどいことしてるって。どうも、サカシさん。私に歯向かうなら痛い目に遭ってもらう。さあ、やろうじゃないの、ポケモンバトル。お前がどんなポケモン出してくるか楽しみだよ。来いや。ヤクザやんけ、もう本物の。極道じゃん。イワークね、レベルは。25。シオンターンにいた幽霊の方が強かったです。眠りマン耐えて逃げろ。よし、よしよし。アリハはこれでいいんだ。は？ドーピングね。なるほどね。ロケット弾らしくていいね。マジで。ほんとに。さてと、誰って有効だったっけタイプ。つんのめちっけ。岩タイプに確か抜群じゃなかったっけ。ほらー、そんなことしちゃうからー。意味ないんだよ、エフェクトガードやったって。エフェクトガードなんだっけ、特防ありえんだっけ。お、新しいポケモン来たね、ツノムチ。これも岩じゃない多分。無駄、無駄、無駄、無駄！だって、ほら、今、ディオになったもん。ペルシアン、あ、そう、ペルシアン掴んだ、こいつ。そう、ペルシアンを撫でてたね、ま、アニメでも。猫2個番。みなりひっかり使わないと負けるよ。悪いけど。ほら、ほら、ほら。あ、まあまあ強いじゃん。まあ、金ピカでいいや、あとは。毒って直せないの？自力で。エフェクトガードね。
かないよ、悪いけど。毒って治んない臭いな。毒消し買うか、さすがに。あ、麻痺と、はぁ、いや、いいよ。そっちがさ、そうやってエフェクトガードが塞げた道具使うんだったら、悪いけど僕も普通に薬使うからね。今回薬禁止縛りとかないから。今回は。剣立てだけだからね。悪いけど。惜しみなく使ってくからね。中毒にするから。お願い。ちょっと。毒のダメージが痛いね。血守りと。いや、マジでやめてよ、ほんとに。いや、強い！よし、オッケー。落ちろ。急所！あー、急所でもそれか。毒で死んだ？ね。唐揚げでいくか。唐揚げの石化で落とすか。よし。甘えたな。じゃ、さっきピカチュウでもよかったじゃん、全然。はい、おしまーい。強かったじゃん、なかなかに。そのペレシアンとやら、何人とやら。よし。葉っぱ買った！いい技だ、覚えよう。断然体当て。やったー。ぐん、そんなバカなー。二度とそんなことするんじゃないぞ。君はとても大事にポケモンを育てているな。いやでも本当はあなたもでしょ。あなたのペルシアンもすごい大事に育ててるんだよね。僕は知ってるよ。そんな子供に私の考えはとても理解できないだろう。ここは一度身を引こう。君とはまたどこかで戦いたいものだ。ああ、だって。あ、なんか落とした。待てよ、そのピカチュウ死ぬな、これ移動したら。危な。まあ、ロケット団にはロケット団なりのなんか深い考えがあるのかもね。もちろんものがいっぱい。でもそれでも、ポケモンをさ、普通になんかその、殺したりするのは良くないけどね。それは許せないけどな。そこでなんだろう。シルフ、嬉しい。やった。で、俺帰るのクソ面倒じゃね？そんなことないか。ちょ、ポケモンセンター。びっくりした今。迷子の坊やかな。で、ロケット団これからどうするんだろうね。ボスもやっつけちゃったからさ。もうなんか部下はもう何もできないんじゃないの？もう。どうなんだろう。目の前はちょろちょろうぜ！ロケット団舐めんなよ！ま、あなたのボスもうくたばったけどね。どんな気持ち？今もうあなた一人しかいないんだよ。寂しいね。仲間からも裏切られてさ。この先どうするんだろう、この人。それじゃあ、修復スコープゲットしたわけだし、行くか。シオンタンに、これで幽霊の正体がわかるわけだな。長かったなぁ。本当に。シオンタウンとさぁ、あとなんだっけ、どこだっけ。玉虫シティで死ぬほどダウジングロッドで探してさぁ。ロケット弾が持ってるとは思わないじゃん。普通に。あー、BGM 怖いね。あ、これ幽霊の正体わかんのかな？あ、幽霊ってゴーストだったんだ。あ、違う、ゴーストじゃない。ゴーストだったんだね。やっぱこれゴースワンチャン捕まれるくね？一回念力やって、多分死なないでしょ。一発じゃ落ちないはず。ね。これでゴース捕まえるはず。あ、幽霊って意外とゴースとかさ、ゴースとかだったんだ。じゃあなんで、霊媒師みたいな人が持ってたゴースは見れたんだろうね。そういえば。死んでないから、みたいな感じなのかな。オッケー、よっしゃー、いいねー。いや、ゴーストマジで怖いな。見た目。なんか普通にビクってなっちゃうわ。あ、ここじゃない？ここさっき通れなかった場所。なんかここでイベントが始まるわ。行きます。こんにちは。立ち去れ。ここから立ち去ってくれ。さあ、正体見せろ。あれ？あ、幽霊は幽霊のまんまじゃん。あ、シルフスコープは幽霊の正体見破った。なんだお前。やめろーって感じじゃん。ああ、ガラガラってあれか。あ、殺されたガラガラか、もしかして。なっけ、ガラガラの子供のお母さん？ちょっと何言ってるか分かんないと思うけどさ。とりあえず本気で行くよ。ガラガラ、カラカラだっけ名前。忘れちゃった。とりあえず眠り込んで眠らせてあげて、聞かないと。胸コンボ、お互い沼だね。いいね。よーし。まず眠らせてあげようぜ。まずな。かわいそうに、ロケットアーに殺されたんだもんな。ねえ、まあ僕もこの手でもう殺すよね。二回殺すよ、普通に。え？目覚ますの早いね。眠りかな。よーし。無限に寝かせるから、悪いけど。お前が目を覚めることはもうないよ。お前が次目を覚めすとき、多分ね、天国にいると思うよ。安心しろ、地獄には行かない。多分だけど。お前多分いいポケモンだ。よし、おしまい。いや、あ、まだか。よし。お疲れさんでした。
長かったー。幽霊の正体は、カラカラのお母さんの迷える魂だった。優しいカラカラのお母さんに戻った魂は、無事天に昇って、消えていきました。よかったね。で、この奥は？またお前らか。嘘じゃん。さっき戦ったばっかりじゃないですか、あんたたち。このじいさんうるさくて、こうして話し合ってたの。ん？私たちを倒さなきゃじいさんは助けられないわよ。なんだ、じいさんって。お前、じいさんって知らない。え、いたってそんなやつ。お前、幽霊じゃないの、それこそ。お前らまたかよ。さすがに、一つのパートで2回出てくるのはなしだぜ。AI 2回行動じゃねえか。うわ、早めにそもそも。よし、強すぎ。アーボックか。まずいな。毒でしょ。眠らせれるかな。ワンチャン相手が早いな。これワンチャン死ぬかも。あー、効かなかったか。ヘビニラムいいね。技が出にくくなった。まあ、麻痺ね。大丈夫。当てるから。いや、早いんかい。な、麻痺だから素早く下がってんだ。あー、はいはい、なるほどね。よし、キングピカ。お前でもぶっ飛ばすぞ。お前しかいいんだ。行くぞ。シマブルト。行け！どうかな。アーボックかっこいいな。いや、大蛇じゃんだって。うーわ、出た。遅くなってんだ、これで。うわ、毒針マジできついっす、先輩、それ。先輩、それきついっす。よし。いや、次なんだっけ？小次郎が使ってきたやつ。またドーガス。あー、ドーガスの進化系ね。まあ、血守りといいでしょ。うわ、麻痺が意外と痛えな。だ毒が嫌だね、普通に。うわ、強い。え、効果抜群じゃないし、急所でもないの？強すぎじゃない？せっか。いや、落ちないと思うな、これ。いやー、ダメか。やべ、金ピコ負けた。これ、金、あ、これピカチュウ強さられるやつじゃん。初めてじゃない？こんなにガチで負けたの。ね、ガチ、なんでもねえ。まあ、唐揚げでいっか、じゃあ。うわ、強かった。ロケット弾ちゃんと強いの、うざ。しかも、武蔵と小次郎が。ちゃんと強いのかよ。うざ。マジか。まあ、これで終わりっしょ。はい。待って、この先のおじいさんってなんだ？おじいさんって知らないんだよ。ねえ。そのおじいさんも死んでるとかやめてよ。さあ、覚えてろよ。団員なんだよな。嫌な感じ。よし、吹っ飛ばされたな。何この一方通行。何お前。誰？え？で？あなたは？富士。富士？誰？え？私を助けに来たんですか？どうもありがとう。でも私は、カラカラのお母さん、ガラガラの魂を慰めるために、住んでここまで来たのです。びっくりした。私はもう死んでいるのですっていうのかと思った。ああ、どうやらガラガラも天国へ向かったようですね。え、待って、カラカラも死んだって言った今。え、ごめん、今、ちょっとあれ、見逃しちゃった。せっかくここまで来てくれた、君にもお礼をしなきゃね。ではこれから一緒に宇宙へ行きましょう。はい。ポケモンハウスはこのタワーのふもとです。お願い、瞬間移動して、お願い、イベント移動しろ。やったは、やった富士老人、ガラガラの霊を慰めに行ったんだね。あ、富士老人さんは、あ、あなたか。これ何？豪華商品が当たる。ああ。これ見たな。切り取られるやつだよね。こんにちは。さて、リッテ君。はい。ポケモン図鑑作りは、ポケモンに対して深い愛情がないと、完成は大変難しい。その助けになるかわからんが、これはあなたに差し上げよう。なんだ？ポケモンの絵、これでカビゴンとかせられる。ポケモンの笛を吹くと、ぐぐ眠ってるポケモンでも元気が湧いて飛び起きる。ポケモンが居眠りして困ったら使ってみなさい。でもこれカビゴンクソ強いパターンだったらどうする？多分強いよあいつ。この間差し上げた笛は役に立ってるかな？まだ使ってないです。よっしゃ。じゃあ切りいいし、ちょうどここら辺で終わろっかな。で、次はね、多分事務戦行くと思うんだよな。よし。マジで大変だった、シルフスコープ。よっしゃー。